ハッチさんはね、やっぱこう、うん、実況以外の面でもすごいんだぞっていうのをちょっとね、つってきましたんで。動画ですよね。動画です。まあじゃあそれを見てみましょうか。はい、なんか緊張してる。ジェットコースター乗るときの面緊張してる。いや、大丈夫です。そんな7分で。皆さんはご存知でしょうか。2分半も結構長い。2008年6月10日、この日、伝説的な動画が投稿されました。当時、実況プレイ動画で初めてのニコニコ動画の総合ランキング1位を記録します。その動画の投稿者の名前は、知らない人めっちゃいそうです。実況界の金字塔と目される彼ですが、しかし、実況以外の点での彼の功績は、今まで語られてきませんでした。今回はその功績と事実を深く掘り下げるドキュメンタリー番組。ああ、ね、番組風なんですね。番組風です、ピラミッド、その大きな建造物は今から4000年以上も前の時代に建てられました。こんな構成なの。建設には実に3500人以上の作業員が動員され、5年以上の歳月これ当時の人じゃないですよ。近年の研究により判明した事実なのですが、建設で一番作業員たちを悩ませたのが猛暑による熱中症です。熱中症により作業中の3000人以上もの人が死亡。これ俺関係ある。建設自体が生まれました。やるんやろ。このピンチをどう、このピンチをどのように、このピンチを当時の人たちはどのようにして乗り越えたのでしょうか。2010年チルサワ発掘隊の発掘により驚くべき壁画が発見され、世の中が震撼しました。それがこちらです。え何これ。あこれは面白いです。2019年2月2日3万キロメートルにも及ぶ隕石が地球に接近しているのを NASA が発見しました。シルサバ調査隊の計算によれば、この隕石が地球に衝突すれば地球の活動は停止し、約30億人の命が奪われてしまうことになります。地球まであと3年間迫ったその時、突如として隕石が消滅してしまいました。シルサバ調査隊の必死の調査により、その時の宇宙での音声が奇跡的に拾うことに成功しました。それがこちらです。まあまあまあ予想通り宇宙の予想通り。まあまあまあ予想通り宇宙の通り。そんなすごいな。すごい、ね、え？あ、このタイミングで消えたんだ。これは事実です。そんなことあったんだ。すごいですね。なんかいや。すごい、なんかもう想像と全く違う太鼓の叩き方。